スペイン村に実は行ってきました。わあ。ネジサーチライバーさんがめちゃくちゃスペイン村に行ってるらしいんですけれども、なんかこの間まで、スオーサンゴ様、ニジサンチライバーにスオーサンゴ様って方がいらっしゃるんですけども、一緒に行かせていただいたんですよ。なんですけど、その時に、どうせだったら、高いホテルに泊まりましょう、みたいな話になりまして、サミットの島観光ホテルに行きました。まあ、とにかくもう、来る人来る人が本当に、まあ、言ったら上流階級もう、お嬢様みたいな方とかも、どっしどっし、あ、すごい、歩き方かも、お金持ち、おセレブですわーみたいな方しかいないんです。本当に。びっくりした。めちゃくちゃ広くて、ベッドもドーンみたいな、ドーンベッド、フロップドーンみたいな感じで、すごい。で、机ドーン、椅子ドーン、テレビでっかドーンみたいな感じでも、クローゼットもなんかもう、高、このクローゼットが高いみたいな私が一番美味しかったと思ったのはこれ。ちょっと下手なんですけど、絵がなんか伊勢海老を使われてるんですよ。伊勢海老のなんか、なんて言ったら、なんておっしゃってたかな、リゾットみたいな伊勢海老があって、グロガソじゃないサーティワンって、どこがサーティワンですのよ。サーティワンアイスじゃないですけど、もうさ、違う、なんで皆様方ケルベロス所属のチミ毛量